はい、続いて参りましょう。カラースさんからです。フードコートくらいの騒がしさが一番寝やすいね。悲しいって。ちょっとがやめいてるくらいの方がね、全く静かより寝やすいな、わかるけど、あのフードコートのちっちゃいテーブルで顔伏せて寝てるの悲しいんだって。俺も本当にやることがなくって、ただただフードコートにポツンと座ってるだけの日があったような自分の記憶掘り返すとあるんですけど、時間の流れが本当に遅いんですよ。あんなにあのたこ焼きたい焼き屋さんは狭しく働いているのに、なんで俺の時間はこんなにゆっくりなんだろうっていう。まあ、それはさておきね。でも寝るときにわざわざフードコートのガヤガヤ音とかをさ録音しておいて聞くかと言われるとね、やっぱちょっとそわそわしちゃうから。